こんにちは、ネックス工業へようこそ。皆さんは韓国製電気自動車が問題続出で自動車保険に入れない事態が発生していることをご存知でしょうか。自動車保険はカーライフに欠かせないものですが、それに加入できないということはドライバーにとっては大きな問題です。自動車保険に加入できないということは基本的にはありません。ただ事故や盗難の損害を保証する保険会社にとって、あまりにも保証しなければならない金額が大きくなる車などは加入できないケースがあります。非常にレアケースですが、今回は韓国製の電気自動車が自動車保険に加入できないという話題を取り上げます。原因は盗まれやすいという防犯上の問題が浮上していることにあります。韓国車の盗難が 2500% 急増。アメリカで韓国車が盗難される事件が相次いでいます。このような事態になったのは、一部年式の車にセキュリティ上の欠陥が発見され、その情報が SNS などで拡散されたことが発端となっています。あまりに簡単に車が盗めてしまうことから、韓国車を何台盗めるかを競い合うギアチャレンジなる悪趣味な動画が TikTok などにアップロードされるほどです。盗難の対象になっているのは、2011年から2021年までに製造されたキアの車と、2015年から2021年までに製造されたヒョンデの車です。その動画に悪影響を受け、遊び感覚で韓国車を窃盗するアメリカの若者たちはキアボーイズと呼ばれています。この窃盗事件は件数が非常に多く、現在アメリカでは韓国車の盗難率が例年の 2500% にまで急増しているといった情報も報告されており、その影響は深刻です。韓国車は USB ケーブル1本で簡単に盗める。容易に窃盗が可能なのは、イモビライザーが搭載されていない2011年から2021年までに製造されたキアの車と、2015年から2021年までに製造されたヒョンデの車です。特殊な道具も必要ではなく、なんと USB ケーブルを差し込むだけでキーを使わずに自動車のエンジンをかけることができてしまうというセキュリティ上の問題点を抱えています。しかも USB ケーブルのみ、ケーブルは何にもつながれていない状態。それだけで1分もかからずに盗難可能で、非常に重大な欠陥です。なぜこういったことになっているのかといえば、イモビライザーの有無の問題が指摘されています。イモビライザーはエンジンの始動を防ぐための防犯システムです。イモビライザーが搭載された車は、車とイグニッションキーが発する電子暗号キーが合致しなければ、キーをひねるだけではエンジンは始動しない構造になっています。構造としては、イモビライザーシステムを搭載した自動車はボンネット内部のイモビライザーコンピュータでキー ID 情報の管理を行います。キー ID は暗号化されており、総当たり数が数百万通りに及ぶため、電子的な ID の複製はほぼ不可能で、窃盗犯はエンジンを始動することができません。イモビライザーを破りエンジンを始動させるためには特殊な道具が必要であり、防犯効果はかなり高い装備といえます。しかし盗難対象となった特定年式の韓国車はごく一部を除き、イモビライザーが搭載されていませんでした。オーストラリアや EU 諸国では1990年代からイモビライザーの装着が義務化されており、普及率はほぼ 100% に達している状態です。2013年の段階で日本国内のイモビライザーの普及率は約 80% 程度であり、国内向けの自動車420万台のうち340万台に装着されています。つまりほぼ標準装備となっている自動車業界の中で、それを装備していなかったのはメーカーの落ち度と言えるかもしれません。韓国 EV が保険に加入できない。この防犯上の問題はアメリカの自動車関連業界で深刻に受け止められています。米国の大手保険会社であるステートファームとプログレッシブは、
コロンバスやセントルイス、デンバーなど一部地域でヒョンデとキアが販売する車両に対する保険加入を拒否していることが報道されました。保険会社プログレッシブはザ・ドライブ紙に対し、もはや特定都市の一部のヒョンデ社とキア社に新たな保険加入証書を発行しないと明らかにしました。その理由について広報担当者は、一部のヒョンデ社とキア社は盗難リスクが高く保険加入が困難な場合が多く、一部地域で新規事業受付基準を調整したとしています。さらに今後については、私たちはこの問題がどのように進行するかを監視し続け、盗難リスクの減少とコミュニティ認識の向上があれば今回の決定を再検討できると話しています。保険会社からすれば、窃盗事件が発生した場合、車の損害を契約者に保証する必要があり、あまりにも盗難が多いとそのビジネスが成り立たないのです。2022年のニューオーリンズ地域で盗まれた車両4000台のうち1000台以上がヒョンデ車やキア車であり、メリーランド州など多くの地域で全体盗難車両の半分ほどがヒョンデ車とキア車という統計が発表されています。いかにこれらの車が狙い撃ちされているかを物語るデータです。集団訴訟まで発生。あまりにも盗難が多すぎることから、集団訴訟にまで発展しています。盗難事件が相次いでいることを受け、米国のヒョンデ車、キア車のユーザーは設計上の欠陥により車が盗まれたとして集団訴訟を起こしています。ユーザーはイモビライザーの不備はメーカー側の落ち度であると主張しています。ただ一方で、ユーザーはそれを分かっていて購入したのではという声もあり、訴訟の行方が注目されるところです。ヒョンデ自動車、キア自動車の米国販売法人は当局と協力し、所有者らにハンドルロック装置の支援や盗難防止セキュリティキットの提供を行うとしていますが、その対応も新たな火種となってしまいました。対応がひどすぎるとネットで話題に。まず、新たなセキュリティキットは米国内に存在するヒョンデディーラーすべてで入手可能ですが、取り付けには約2時間半かかるそうです。ヒョンデはまたこの問題をソフトウェア面から修正する方法にも取り組んでいるとしていますが、アップデートが行われるまでは時間がかかる見通しで、2023年中になんとか間に合うといった状況です。しかも実際にアップデートが行われるのは早くて2023年前半で、一部のヒョンデ車のみ、他の車はアップデートが行われるまでにさらに待つ必要があると発表されました。同じ脆弱性を抱えるキアでは、セキュリティキットの提供は行っていませんが、ハンドルロックを無料提供するとしています。ヒョンデの新たなセキュリティキットは170ドル、設置費用も含めると最大500ドルの費用が生じるそうです。ネット上ではこの対応について様々な声が上がっています。キットの取り付けはディーラーで対応、所要時間は約 2.5 時間、なお設置費用は別に請求してくるとのこと。つまりメーカーが引き起こした問題を修正するために顧客が約500ドルも払わなければならないってこと？おいおい。一方でユーザーは、イモビライザーが装備されていないことを承知で購入したのだろうという声もあります。ただそれに対しては、韓国メーカーが提供する自動車にイモビライザーが取り付けられていないことを大勢の人間が知っている状況だったら消費者の責任だろう。だが韓国勢がケチったイモビライザーというのは業界標準、搭載されていて当たり前の機能だとの声もあり、対応のひどさが火種となってしまいました。この事件はセキュリティ上の懸念を認識した状態で販売したことがメーカーの落ち度と考えるのが自然と言えると思います。今後この問題がどういった展開を見せ解決に向かうのか注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。
リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。